どうもビーフシチューのよしきです。今日も頑張っていきましょう。はい、ということで今日はですね、サムネイルとタイトルにもあるように、今日は弓道の型についてちょっとお話していこうと思います。で、弓道を始めた時ってまだこうゴム弓だったり弓とかって持たせてもらえないと思うんですよね。そこで練習するのが、まずは何も持たないで練習するっていうことをみんなが初めは通る道だと思います。で、今昨今だとこんな状況でもありますので、もしかしたらね、まだ弓道部に入ったけれども弓とかゴム弓とかまだ触ったことがないっていう人がいると思うので、その方向けに弓道の型というか動きをちょっと解説していこうかなと思います。特に今日は動きっていうのをちょっとメインでちょっと説明していこうと思うので、力の入れ方とかそういったものについてはまた後ほど動画にして出していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。クリームシチュー。はい、ということでまずは弓道の一通りの型を順番に見ていきましょう。というのもですね、この段階ではまずは見よう見まねで構わないので、というのも実際に弓を持たないとわからない感覚とかも実際にあるので、まずは基本的な動作、手の動きとかですね、こちらを覚えることから始めるといいと思います。はい、ということで次の画面から少し詳しく動作の解説をしていきたいと思います。はい、ということで始めていきましょう。はい、ということでまずは足踏みという動作ですね。見てわかる通り足を開く動作なのですが、体の土台を作るために重要な動作となります。で、まずこの足の開き角度は60度にしてあげて、足の開き幅、こちらは自分の矢塚の長さ分開いてあげましょう。ちなみにこの矢塚というものは体の中心から手を伸ばした指先の長さと覚えておいてください。はい、ということで次は胴作りとなります。で、こちらについては体の土台を作る動作なのでめちゃくちゃ重要となります。で、この時意識することとしては、体の軸をぶらさないということだけを意識すると良いと思います。で、次の歪まりについてなんですけれども、こちらについては左手で弓、右手で鶴を持つことをイメージして楕円形の円相を作ってあげましょう。はい、で、これが右手と左手の形になります。まずはこんな形なんだなっていうのを理解していただけたらそれで OK です。はい、で、次が顔向けですね。で、この顔向けのポイントとしては、しっかりと的の方を見て顎を引いてあげることを意識してあげれば OK です。で、次が打ち起こしなんですけれども、この打ち起こしという動作でしてあげる腕の角度ですが、初めは地面に対して45度より少し上ぐらいまで上げてあげることを意識しましょう。次に第3という動作です。で、これについては矢がこの位置に来るので、矢がまっすぐになるように意識しながら動作をしてみてください。次に引き分けになります。で、こちらについては同様に矢がまっすぐになるように意識しながら引いてみましょう。で、次の回についてなんですけれども、こちらについてはこの状態を5秒から6秒目安にキープしながら水平方向に伸びることを意識しましょう。で、最後に離れという動作をしてあげて、残心と言って離れた後は3秒ほどこの状態をキープしつつ、その後手の位置を元に戻してあげましょう。ビーフシチュー。はい、ということでいかがだったでしょうか。先ほどねご紹介したのが一応弓道の型っていうか動きっていうのをちょっと簡単にまとめさせていただきました。やっぱり今の時期だとそもそもこう弓道場に行って練習するっていうのももしかしたらこう制限されてる場合もありますので、今のうちにまだ弓とか持ったことない人はこの動画を参考にちょっと家で練習してみたら、もしかしたら部活が再開した時とかにこう周りよりこう差がつけられるかもしれないので、よかったらこちらの動画参考にしてみてください。はい、ということで今日の動画は以上になります。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録者数が1万人になりましたら、こちらのような SNS を立ち上げようと思っておりますので、よかったら目指せ1万人チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。